かわいい赤ちゃんですね。楽しみですね。誰だっけ？あの人。誰だっけ？いつも行く人。親友でしょ？え？親友でしょ？親友。誰だっけ？嫌だね、名前忘れるなんて。なんだよ、これはババの飲むお茶なんだよ。手の方見てるよ。お茶。歯の治療もお金がすごくかかったけどさ。こうやっておいしいもの食べられると幸せだね。あの人なんかそういえばだから、家帰るとそういえば外して食べちゃうんだ。 食そうなの？食べれんの？べるんだって。ああ、おいしかったね。毎日おいしいね。 ねえ、ありがとね、本当に幸せだ。それこそ。お金かけないでさ、ね、あそこのね、奥さんなんか、そういえばだって言うからね、こうやって噛み応えのある女なんてね、味わえないもんね。ね。ああ、惜しかった。安くて美味しいんだから余計答えられないね。 ねえ、ゆうべも寝られないからお酒もらって飲もうと思ったら、あれお酒も入ってなかった。飲めば眠れるかなと思ったけど入ってなかった。あそこに並んでるお酒はどうなの？あれお酒なの？でもあれババが飲んだら死んじゃうかもね。あ、そう。このビールの8倍強いよ。そうなんだ。なんかね、見たからにね、私の飲むもんじゃないと思って。手が出ない。飲まない方がだっいいてぞ。見ただけでわかる。ああ、そうなんだ。本当美味しかったよ。よかったです。ね。早くあなたのお嫁さんに食べさせてあげたいよ。こんな、いい腕持ってるの。もう、惚れられちゃうと思うよ。ねえ。ババは引っ越すわけにいかないから、もし新婚のあの甘い感じを楽しみたいと思ったらね、しばらく別居したっていいよ。ねえ。ありがとう。そのために婚期逃してさ、お嫁さんもらいそびれちゃったら、ババ責任感じちゃうよ。それはどう思う？ね。あそこ座ってる。眠れるようなお酒。お酒僕が眠あれげんたやの？つなくなっちゃったんだよね。お酒飲むと、寝れてる感じすんの？お酒飲むと寝れてる感じすんの？寝られるんじゃないかなと思うんだけど、ダメかね。そんなんで手なずけちゃダメか。このまま寝た方がいいか。牛乳飲んだらよく寝れるって言うけどね。牛乳飲んだ方がよく寝れるって。牛乳は飲んでるよ。
それは昼でしょ。ええ、昼間でしょ。寝るときもそう。寝るときも牛乳飲んだ方が寝れるっていうよ。じゃあね、牛乳飲んで寝るか。うん。ね。うん。何しろ寝たいんだけどさ、ああ布団入るとね眠れないのよ。ああ、うん、そうなんだ。だから出てきてこれね拭いたりなんかしてさ、うん、すんだけどね。ああ。うん、ここ来てるよ。じゃあ牛乳飲むといいのね。うん。本当？うん。ね。狙ってるよ。徹子の二個奏者なんだね。こっちか。ちゃんとお座りしてるじゃない。あの足のところ。ほら、しっぽ振ってるよ。ね、うん、なんかお話ししてんじゃないの、あれ。しっぽ振って。ママさん、こっちへ来たらって言ってるみたい。うん、ね、うん。あ、美味しかった。これで眠れたら幸せだな。うんね、うん、入られないよね。うん、おろおろ見て、ほら、手でこうやって手でこうやって探ってくるんだから。あ、彼女だと思ってんじゃない。え、彼女だと思ってんじゃないの。ん、彼女だと思ってんじゃない、ババのこと。彼女、何それ。彼女、彼女、彼女か。ダメよ、ダメよ、どこでも上がってたらダメ。下降りなさい。ま、寝るの、ね、寝る。ばあば寝たら多分降りると思う。パパが寝たら降りると思うけど。そう？うん、うん、そっか、そうだね。うん、じゃあ降りようかなね。じゃあおやすみなさい。はい、おやすみなさいね。はい、ね、うん、お風呂は入ってきたんだからいいんだよね。うん、そうだね。これでね、うん、具合した方がいいね。ああ、あれ飲んだ後だから。うんね、私言ったら下ろしてね。うん、ここのね、うん、癖つくからさ。うん、じゃあテレビ消してください。あ、うん、分かった、ね、はい。じゃあそこはいいか、そのままでね。うん、おやすみなさい。おやすみ。どうも、今日も一日おいしいの食べて、あ、それこそ幸せです。うん、じゃあね。はい、おやすみなさい。あの、ほら、私のがなんか、あの、何、なんか、なんていうのかな、なんて言えばいいんだろう。何か、あの、あるんでしょ、あの、令和6年の初場所は横綱が戻ってきて、理由があって照ノ富士ここまで3勝、なんかあるらしくてね。だからそういうのがあるからね、しょうがないんだなって感じだった。ああ、そうなんだ、よかったね。ね、ああ、富士に、あの、何やの。なんとも言えない。当たらず触らずにして聞いてたんだけど。ああ、そうなんだ。いろんな決まりがあるじゃない。うん、ね、うん、そういうのでいくとね。うん、いや、もういないけど。今餌やってね、うん、食べたとこなんだけど、もうあれやっていい。ああ、うん。
出してあげるよ。じゃあ電気今消そうかなと思ったんだけど、うん、今ちょうどいいとこやってたからね、うんうん、スローを見せた、うん、床屋さん行ってきたって感じするよ。ああ、うん、ありがとう。この辺なんかすっきりして、ああ、我がも顔やってもらったんだけど、ね、あ、そっか、ああ、本当だね、ツヤツヤツヤしてんじゃん。そう、うん、ね、その耳は何なの。ああ、いや、あ、私みたい補聴器なの。違うんでしょ、うん、うるさい声聞こえないように。音楽聴いてただけ。え、音楽聴いてただけ。手出したら乗ってこないの。え、手出したら乗ってくんじゃない。乗ってこないよ。乗ってこないの。うん、出してみたら。私には乗ってこないよ。ほら、取りすぎて、あなたの頭のとこ行くけど、私のとこには来ないよ。ほら、行っちゃったよ、手出して。嫌われてんだよ、私。言ったよね。うん、これ水戸涼介ってあなたでしょ。うん、ね、すげえめっちゃ可愛いね。水戸だって喋っていいのかな。うん、おめでとうございます、可愛い赤ちゃんですね、楽しみですね。もうびっくりしました、もうこんなね、あのママとパパになったんだと思ったらね、もう人ごとながら嬉しくてしょうがないです。ありがとうございます。何から話したらいいか分かんなくて、今涼介くんに教えてもらってかけてるのよ。ねえ、おめでとうございます。今度ぜひうちにも遊びに来てくださいね、お待ちしていますから。おめでとうございます。それ大丈夫だ、うん、でこうして、ここで、あ、バッチリ録音されてんの、うん、これ出せばいいの。あ、これで聞ける、聞くの。赤ちゃんですね、楽しみですね。もうびっくりしました、もうこんなね、あのママとパパになったんだと思ったらね、もう人ごとながら嬉しくてしょうがないです。ありがとうございます。何から話したらいいか分かんなくて、今涼介くんに教えてもらってかけてるのよ。ねえ、おめでとうございます。今度ぜひうちにも遊びに来てくださいね、お待ちしていますから。おめでとうございます。親戚のこと、あの人事って言うのかな。うん、そう、いいんじゃないの。もう親から見れば人事だもん。ああ、そうか。ね、身内だからね、一応。え、身内だよ、身内。身内だけどもさ、私はもう部外者の。ね、そんなことないと思う。だけどさ、いいよそれで。おめでとうございます、可愛い赤ちゃんですね、楽しみですね。もうびっくりしました、もうこんなね、あのママとパパになったんだと思ったらね、もう人ごとながら嬉しくてしょうがないです。ほんと初めて、私ってこういう恋してるの。
じゃあもう打たなくていいのね、これ、うん、うん。よかった、おかげさまで。人事ってだって他人事って書いて人事って読むんじゃなかったっけ。あ、そうか。でも私から、私は部外者みたいなもんだから。そんなことないよ。大事な血縁者なんだから。ババの血だって入ってんだから。ん？ババの血だって入ってんだから。そうか。うん。ね。うん。ん？私たちも、あ、そうだよね。うん。本当だね。もう直せないからね。起きちゃったから。あの目がさ、青く見える時と赤い時とあるのね。ああ。そのババに襲いかかってくる時は何なの？え？ババに襲いかかる時は何色してんの？あ、青いと思うな。パパさんが呼んでる。あんたそこ好きだね。あったかいの。わあ、ほんなんかママすごい、え、すごい、その服、その格好すごい。何？ん？だいぶムチムチ、だいぶ。いろんなの着てる？いや、体重何キロって言ったっけ？体重何キロって言ったっけ？すごい太ってるでしょ。ねえ、48キロかな。そんなもんなのかな。え？ちょっと今測ってみたら。え？今測ってみたら。そう、48キロ。測ったの？いつも測ってる。そうなんだ。だと思うよ。ああ今測ってみるね、じゃあ、うん、すごいでしょ、太ってて太ってるなんてもんじゃないんだよ、太っててほらね、なかなか、ね、なかなかだね、なかなかなんてもんじゃないよ、太っててね。あそこでこっち狙ってるよ。ああ、あら、パパさんとこ行きなさい。パパさんところ。パパさん。お母ちゃん。読んでるよ。これがないとね、眠れないんだ。じゃあね、はい、そこよそこ入れないでよ。うん。ね、入れちゃ嫌だよ。うん。おやすみ。39キロ。そこ入れないでよ。うん。ね。そういうことです。はい。ここ、だからみんな腰のここへ来ちゃってんだよ。ね。うん。そこ入れないでよ。うん。